はい、皆さんこんにちは、フラワーディスコの人です。昨日ですかね、まあ一昨日なのかな、編集の都合で先一昨日なのかなちょっとわかんないですけど、ミスルでのね、紹介をしました。そんな感じで、なんかまああれお花の雑学みたいな感じでシリーズとか書いたんですけど、まあそうでも、まあそういうのも含め、まあ僕の毎日のこう仕事でちょっと面白いものとか結構、特殊なものとかも結構ありますので、そういうのを紹介していこうと思ってます。お花のアレンジメントや花束の作り方なんかはしっかり、それだけだとねちょっとつまらないっていう方もいらっしゃいますので、そういう方には面白いかもしれないです、知れません、なのでぜひチャンネル登録してください、お願いします。今日はですね、バチカンからの仕事を紹介したいと思います。これね、なんか話によると、多分僕の生きてる間ではもうこれが最初で最後ぐらいの仕事らしいです。こうバチカンからこう全世界のカトリック教会の、まあ、こう教区長のところがいらっしゃるところしかやらない装飾ですね。なので僕のいつもお世話になっている山手カトリックさんは横浜教区長がいらっしゃいますので、そこにバチカンからの装飾依頼が来て、まあ、僕のところにそれがとても光栄ですね。やらせていただけたということです。で今僕は何を作ってるかというと、まあこれごく一部なんですけど、この葉っぱで作る十字架っていうのが必要になります。それを作っています。そしてその葉っぱで作る十字架はイエス様がこう貼り付けにあったので、こうイエス様の血のイメージとかも入れなければいけません。そのあたりを表現して今作ってますので、ちょっとそちらをご覧ください。はい、こちらが葉っぱで作った十字架です。で真ん中の赤い実のところがですね、イエス様の貼り付けにあった時の血のイメージということですね。このように作りました。まあ、こちらね、十字架ごく一部の装飾なんですけども、今回は十字架を紹介させていただきたいと思います。はい、でこの十字架ですね、これ実はこれハランっていう葉っぱで作ってあります。でこのハランを使うというのは実は、特にこうバチカンから、指示があったとかそういうわけではありません。こう葉を使って十字架を作るという指示でした。なんでね僕がこうハランを使ったかというと、こうハランってこれ実はね、これこの十字架教会に1年間飾ります。そうするとまあ絶対にこう葉っぱは茶色くなったりしぼんだりしていきますね。その時にこうハランはこうくしゃっとしぼまないで茶色くなっていくんですね。なのでこう茶色くなっていった時にすごくこうさらにこうグリーンの美しさも今ありますけれども、茶色い美しさも出るんじゃないかと思って、こうデザインの中で入れていきました。なのでまあ2月後、3月後ぐらいにはだんだんこうね綺麗に仕上がっていくと思います。だんだんこう黄色になってきてその後茶色になります。そういうね、移りゆくこう葉っぱのとか植物の変化を見せるというのも僕らデザイナーの仕事の一つですね。なのでハランを使わせていただきました。でこれね、山手カトリック教会に僕さっき言いましたけど1年間飾ってあります。なので、もしねこう横浜に来るご予定がありましたら山手カトリック教会に行っていただけると、こう入り口のところにかけてありますので、ぜひご覧になってみてください。ではですね、今日は本当にこう一生に一度しかないバチカンからの仕事の十字架の部分をですね皆さんに紹介させていただきました。ではまたね、こういうちょっと変わった仕事とか、もう本当にこう光栄な仕事とか、もう一生見られないような仕事とか
まあ、たまたまよくある仕事なんかも合わせて皆さんに紹介していけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 まあ皆さんもね、こう毎日フラワー TV を見てくださるとすごくこうアレンジメントとか花束とか上手くなります。なのでこうお花屋さんなんかはね、日々の仕事に励んでフラワー TV のこうテクニックなんかを入れていくといただけると、さらにステップアップした仕事ができるんではないかと思います。ではよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録お願いします。 See you next time。